さ、おはよう。おはようございます。電気をつけます。アレクサ、今日のニュースは？今日のニュースをお届けします。広島大学情報科学部情報科学部。アレクサ、行ってきます。どうも、僕は今 Python でプログラムを書いています。例えば Python を使うと微分、積分などの数学を使った複雑な処理をさせることができます。また C 言語を通してコンピューターの基本的なことも学んでいます。プログラムを書くことで複雑な計算を一気にやらせて、ニュースなどで得たデータなどを解析することができます。情報科学部ではこのようなプログラミング言語の基本を学びつつ、実際にどう活用するかといったことも学べます。ああ、そうですね。まあグループワークの授業行って、まあ一人でこうコードを書くことはもちろん、みんなで協力して問題を解決することの楽しさとか、まあ、難しさみたいなものを学びました。でも頭の中でこう作りたいものとかを形にすることができるようになって、何かを作ることに対してこうワクワクするようになりました。僕たち情報科学部は新設学部で、全てが新しい試みなので教授の方と意見交換をする機会があります。そこで僕ら側の意見をちゃんと伝えて、教授の方と学生で模索しながら、まあ、ちょっとずつですけどいい方に持っていくようにしています。情報技術を持った人材が求められてきている中で、技術だけではなく問題解決をするために人と協力することなど、いろいろなことが学べる情報科学部を選んでよかったと思います。